それではガラテア書の2章を開いてください。ガラテアの2章です。先々週ですね、ガラテアの1章まで見てきましたけれども、午後に1節ずつ、見ていきますね。2章ですね。見ていきます。で、今朝は19節と20節、2章の19節と20節に注目します。じゃあお読みしますね。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。終わります。まあ、今朝ですね、私たちが学ぶのはですか、単純に2つのことです。一つは自分は死んでいるということです。そうですね、はい。でもう一つはキリストは生きているということです。でこの2つが一つになって初めてクリスチャンとして生きていくことができるということです。自分が生きていれば、キリストはうちに生きることはできません。自分が死んでいれば、キリストが生きて働いてくださいます。自分が死んでキリストが生きているか、あるいは自分が生きてキリストを、まあ、自分から締め出しているかのどちらかなんです。例えば、電車で優先席があって、まあ、そこに座っているときにご高齢の方がいらっしゃって、で自分が座っていればその方は立ったままです。で自分が譲ればご高齢の方が座ることができる。それと同じように自分が生きていれば心の席に自分が座っているわけです。で自分が死ねば心の席にキリストが座ることがおできになる。この2択なんですね。どちらかなんですね。で私たちにあるのが、この肉という、まあ、こう問題があるんです。肉ですね。でこれ言い換えますと、肉を言い換えますと、自分で生きていこうとする意思と言ってもいいでしょうか。でキリストを信じた時点で人は新しく作られます。神の霊によって新しく生まれて神の子供となり、心と思いが一新されます。けれども体には信じる前から持っている、生まれながら持っている力があるんですね。でその力で生きていこうとしてしまいます。なので肉という言葉はですね、まあ、聖書の中では頻繁にクリスチャンになっている人たちに使われますですね。で信じている、信じていない人々にはほとんど使われません。あまり使われません。なんでかって言ったら、信じる前は自分の力で生きていくことは当たり前で、そうするしかないからですね。自分の心には自分自身の、まあ、この王座があるっていうか、こう自分が心の王座についているわけです。で自分で自分の人生の舵取りをしているからです。だからあえて肉と呼ばないんですね。肉と呼んでいるのは信仰によって御霊によって新しく生まれたから、その神の霊の導きに反抗する、自分の体に残っている自分自身の意志、強い力を言うからなんですね。まあ、簡単に言うと、これやってって言っても、やだってこういうわけですね。ちっちゃな子がね、やだで、これなんです。でこの肉は復活ですね。イエスを信じ、そして死んでも生きるとイエス様言われたように、復活してその体にはないですね。その変えられていますから、栄光の体に変えられていますから、ないです。しかしそれまでの間ですね、この
御霊に導かれる生活の中で、まあ、わがままの子供のように言うことを聞かない肉があって、その葛藤の中で私たちは生きているわけなんです。で、この肉に打ち勝つにはどうすればいいのか。で、ここで肉に対して肉で対抗しようとするのが私たちがしてしまう過ちなんです。肉の欲望が出てくると、それをしないように努力します。努力するときに規則や掟が出てくるわけですね。これをする、あれをしないと決めて努力をするんですが、すればするほどかえってそれを行っているという自分も発見します。ローマ人への手紙の7章でこのパウロがその葛藤を話してますよね。自分が憎んでいることを私は行っていると。肉に対して肉で対抗するのではなくて、福音の中では信仰によって対抗しなさいと言ってるわけです。信仰によって私たちは救われたのですから、信仰によって生きるんです。私たちはイエス様が自分の罪のために死なれたことを信じて、蘇られたイエス様を信じて受け入れるですね。で、そのことによって義とみなされるわけですね。この、神の前で、罪を犯したことのないかのようにみなしてくださるわけです。そして、義が、正義が宿っている天に入ることが、この確信できるわけです。同じようにですね、今の自分もどんなに肉の抵抗が強くあっても、今の自分は死んでいるとみなすこと、このみなすという言葉が義とみなすと同じなんですよですね。で、これがこの今朝見ていく、まあ、この見ている箇所ですね。これ信仰の行為なんです。で、まず19節で、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にましたとあります。律法によって律法に死にましたってね、これ律法を行うことによって生きようとする生き方から死にましたっていうふうに言い換えてもいいですね。ですか？もう律法の関係の中でこの生きて、神に対して生きていこうとする、そういう関係を断っていますということです。で、律法を知っていて律法を行おうとした人で、パウロは第一人者です。その彼がですね、自分は律法にことごとく違反していて、自分は違反者に定められているように死ななければいけないことが分かったんです。しかしそれは神に生きるための死なんですね。自分が自分の力で生きることをしている限り、神はそこでは生きて働かないと私さっき話しましたよね。自分の力で生きようとしていく中で律法はしばしば利用されます。これこれをすればこうなるのだからと、こう律法は言うんですね。で、それが、あ、だったら私が頑張ってこの掟を守ってっていうふうに肉によって生きていくのに好都合なんですね。これ掟があると、でもうまくいかない。で、自分のうちでもがく。で、自分のうちには何も良いことがなくて、自分に絶望するときに神はようやく私たちを生かすことができます。ちょうどこれは川や海で溺れている人を助けるライフガードのようなんですね。溺れている人がもがいているときに、
助けられないんですよ。なぜかというと助けようとするともがいちゃうので生きようとしてですね、でその人までが助けようとする人までが溺れてしまうからです。だからちょっと少し待たないとダメなんです。まあ、完全に溺れ死んでしまう前ですけどね。で諦めて、ある程度諦めて自分で自分を救おうとすることを諦めた時に初めて助けることができるんですね。だから律法に対して自分が死んでいる、つまり律法の関係の中で生きていこう、掟の関係の中で生きていこうということを死んでいる時に神が初めて働くことができるようになるので、だから神のために、神に対して生きるために律法に対しては死んでいると、このように言ってるんです。生きるために死ぬんですね。生きるために死ぬっておかしいじゃんってこう思われると思うんですよね。けれどもこれね、イエス様が言われた言葉なんですよ。覚えてます？マルコの8章の35節で、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと。まあ、私の、証ですね、まあ他の人にね必ずしもそれを当てはまるわけではないんですけども、でも、こういう経験をしました。救われる前は抑うつ状態ですね、自殺願望もありました。でイエス様を信じても1年ぐらいはそんな思いが残っていたんですね。まあ、その中で御言葉を読んで、まあ、詩編すごく良かったですね。まあ、神に体当たりしますからね、そのまま詩編を読むとですね。ですごくそういう中で癒されてもいましたけれども、けれどもですね、ある時にこう祈ったんですね。自分を治そうとするのを諦めたんですよ。でもう自分はカスみたいな存在だと思ったけど、いやそのカスをじゃあ全て捧げますってこう祈ったんです。もう治んなくていいですと、このままであなたに捧げますって言ったら治っちゃったんです。でじゃあ今治ってるかって言ったら、そのね、落ち込んでる暇がないっていうのが正直な、イエス様のことをイエス様になって他の人たちのことを考えてたら暇ないんですよ。まあ、そういう形で救われてるっていうんですか。そうですね、自分自身のように隣人を愛しなさいって言ってますから、その自分自身をこうケアしよう、テイクケア、なんだ、世話しようとばっかり考えたんですよね。だけどそれを、他の人に向けるというか神様に向ける、ということで今救われてるっていうのかな、という感じです。でですね、この自分に対して死ぬっていう言葉を使うとですね、またですね、死ぬという言葉でさえが生かす行為になっちゃう。死ななければいけないんだってこう言ってる。死ななければ死ぬんだ、死ななければ、これ生かしてるそのものですよ。そうではなくて、主にあって諦めること、自分の差し出すこと、支配していただくことなんですね。主よ、私はあなたのものですから、ご自由にお持ちください。であなたが言われることを全部行います、ね、もう手放します。これが死ぬっていうことです。そしてパウロはさらに、私はキリストと共に十字架につけられましたと言いました。だただ死ぬだけじゃないんですね、十字架につけられて死んでるっていう。自分自身を見るときにそう見ていく必要なんですね。十字架につけられてるってね、これ、まあ、ジタバタしても死ぬしかないんですよ。肉は同じようにジタバタします。時間がかかります、じっくりと。ちょっとこれ残酷ですけどね。ね。このね、十字架っていう意味ですね。私たちがすぐ浮かぶのは拷問であり痛い。当たり前ですね。だけど、そこが焦点じゃないんですよ。十字架刑というのは反逆罪が主たる理由です。ローマに反逆するということです。ですね。
で、ユダヤ人にとって十字架が、このつまずきであるのは、もともとメシア、キリストはローマから自分たちを救ってくれると思ったんです。ところがローマに服従する印だったんです、十字架は。だからつまずきなんですよ。服従し、そしてとことんまで屈服させる、もうこれ以上、この反抗しないようにさせるというのがこの十字架の目的なんですね。ということで肉は同じように屈服する、どんなにあがいてももがいてもその十字架の上ではそがれていく、なくなっていくわけなんです。だから自分が死んでいるとみなすだけじゃなくて、十字架につけられていてもう死んでいると、そうやって死んでいると私たちはみなしていくわけなんです。でですね、キリストと共にっていうのはこれすごい大事なんですね。キリストと共に、単に十字架っていうんじゃなくてキリストと共になんです。キリスト者の定義って何でしょう。定義、何がキリスト者なんですか。あのね、私ね、クリスチャンという言葉をねわざと使ってないですね、英語のね。キリスト者ってこれ日本語になってるんですよね。でこれすごく大事で、キリストにあるものですよ、ですね。あるいはもともとアンティオキアでこれ使われるようになったんですが、もともとキリストのようだっていう感じですね。小さなキリストみたいな、そういう、だから彼らの姿を見てるとキリストがなんかちっちゃなキリストがいるみたいな、そんな意味、キリストのようだっていうね、そういう意味であるわけです。キリストに結ばれたもの、キリストの内にあるもの、ゆえにキリストのようだっていう、こういう意味なんですね。ということで、このキリストに結ばれたものというのをローマの7章では妻が夫に結ばれるように結ばれて一つにされたと教えてくれてます。古い夫が立法だったんです。立法と結婚してたんです。ですね。で、それが死んだと。で、ね、どっちの方が死んだかって言ったら、自分の方が死んだ。妻である自分の方が死んだんです。そしてキリストも蘇ったと。で、今度は新しい人と。立法だと夫と、ね、妻が、例えば他の、自分が他の夫に行ったとしたら、それは姦淫ですよね。けれども、死んだら、解消されるわけですよ、結婚が。死ねばいいんですよ。で、相手が死んだんじゃなくて、自分が死んだんです。そして蘇って、で、新しい夫がキリストなんです。というふうに、このローマの7章では書かれていて、で、そういう、このキリストとの関係に入ったということで、キリストが、この、キリストと結ばれているわけだから、キリストが十字架につけられているのであれば、私たちもキリストともに十字架につけられ、キリストがよみがえるのであれば、よみがえったのであれば、私たちもキリストとともによみがえったのであって、で、キリストがおられるところに私たちもいるわけですよ。だから天に引き上げられる、キリストが天に昇られたと同じように私たちも天に引き上げる結局ですね。ですね。それ、キリストが地上に現れると同じように私たちもキリストにあって栄光の姿で現れると、つまり共にこの再臨の時についていくと、キリストに結ばれてるんです。だからクリスチャンの定義って、この何て言うかな、何かをするということではないんですね。キリストに結ばれてることが目的っていうか、この中心なんですね。この方を知っていれば、そのような形で、良い行いが伴ってくるわけです。で、ゆえに、コロサイ書3章3節で、こう書いてあります。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命は、キリストと共に神のうちに隠されていますと。キリストに結ばれているものとしてね、あなた方はすでに死んでいますって言って、でも命は
キリストともに神のうちに隠されているよって。ここまで一つなんです。キリストともに十字架につけられていて、同時によみがえられたキリストに結ばれていて、命が与えられているということです。すでに死んでるんです。だから私話すでしょ。北斗の拳って若い人知ってるんですかね。あ、うなずいてる。じゃあ今でもレジェンドは続いてるんですね。私が、少年だった時に、ね、漫画であったんですね。で今はちょっと YouTube でしょっちゅう、お前はもう死んでいるっていうのをこう、それだけをね、こうケンシロウが言ってるのだけを並べてるこの動画も見つかりますが、ぜひね、探してみてください。お前はもう死んでいる。まだ生きてんだよ。何言ってんだよ、バレないよって言って、内側から破裂するんですよね。死んだ人は新たに生きることができるんですよ。もちろんその今ちょっと戻ってますよ。ケンシロウの話してんじゃなくて、死んだ人は新たに生きることができるんです。自分が生きてたら生きられないんですよですね。死ぬまでそうなっちゃう。死んでるから生きられるんです。先週のメッセージ私は YouTube で聞きましたが、進藤さんここでね立って聞いてました。元ヤクザ、なんかはっきりしてますよね。彼は死んだんですよ。ヤクザの彼は死んでる。だってキリストの代わりすごいでしょね。あれはヤクザ死んでるんですよ。キリストが生きていてそのようにみなしてる、信じてるんです。彼はずっと信仰について話してました。例えば自分を抽象する人いますよね。で抽象する人がいて、けれどもその信じて、だってその敵のために祈りなさいと、祝福を祈りなさいって言ってそのまま実行したんですね。信仰によって実行する。だってそう感じられないから、この野郎でしょ。で彼の場合だったら古いのはヤクザだから多分殴り倒すか刺すかそういう反応ですよ。分かりやすいよね、うん、インターネットじゃなくてさ、インターネットでやり返すんじゃなくてそのまま物理的に行使するでしょ、肉だったら。死んでましたね。でこれがこのあなたはすでに死んでいて命はキリストもに神のうちに隠されているんだよと。だからそれに続けてこう20節ですね。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きているんだと。これ復活の信仰なんですね。このキリスト、よみがえられたキリストが自分のうちに生きているんだということです。もう一度ね、私は生きているんじゃないよってこう言っていることが、とてもここで大事ですね。死んだから、死んだから、自分が死んでいるから、キリストの命に預かって生きていられるわけですね。福音の言葉は、キリストが私たちの罪のために死なれて、葬られて、3日目によみがえったって、この葬られるって言葉があるんですよ。なんでかって言ったら、これね、死んだって確認するためなんです。だからね、ちょっと死んだように見えて蘇生したって話じゃないんですよ。棺桶に入って3日、棺桶っていうか墓ですね、墓の中に入って3日って確認して、死んだことを確認してるんです。ラザロの時もそうでしょ。確実に死ぬためにイエスも2日間とどまれて、確実に死んでいるからこそよみがえりっていうんですね。よみがえりって死なないとよみがえりって言わないんですよ。で実は日本の中でイエス様を信じるっていう時にこれ大きな、こう課題なんです。なんでかっていうとね、日本の信仰の中に復活の信仰ってないんですよ。肉体は朽ちても霊魂は生き続けるっていうことなんです。だから、この死ぬじゃないですか、パンと、ね、でその時にこの人はいなくなったではなくて、まだいるってこうふわふわ動いてるって。なので日本の映画はこれになる。だから肉体は違う人なのに
その魂が乗り移ってるっていう映画がもうワンサがあるでしょ。なんだっけな、あの有名な天気の子じゃなくてなんだっけ、あの、まあ、とにかく有名どころはみんなそれっぽいよね。うん。で、そうやって死んだということを受け入れてないんですよ。死に直面してもそれでも死んでいないのだと思うということがある。だから死ぬっていうことだから、十字架のキリストを見るときにやはり全否定される気分になるんですよ、自分の今までの生き方を、うん、そこを乗り越える必要があるんですね。今までの自分の在り方が全部否定されるわけですから、だからもがきますよ、いやーってなりますよ。しかしそのイエス様の愛、神の愛、この人、そのことを知った人はその勇気も与えられるんですよね。その勇気、それつまり今まで私は死んでいるんだと、死んだんだと、うん、これを受け入れることができる。そして初めてキリストが私のうちに生きているんだということが言える。これがすごいですね。うちにキリストが生きておられるんです。コロサイ書には奥義ですね、この栄光の望みって書いてますが、ちょっと読んでみますね。コロサイの1章の27節ですが、この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義はあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。考えてください。天と地をお作りになられた方、すべての王であられる方がキリストにあって私たちのうちに住んでおられるという、まあ、改めて一昨日ですね、このバイブルカフェの時にこの話をしたんですね。神を愛してるよってこう言ったんです。すごい単純ですが、その神っていうのは天と地を作られる宇宙を作られた神があなたを愛してるよ。でそのあなたがキリストにあってイエス様を信じたらうちにおられるっていう、とんでもないことを、だから全体の中での一人じゃない、機械の中の一つの何ていうかネジではないんですよね。あなたを愛している、あなたがイエス様を信じ受けるならば、その神がうちに住んでくださる、これ栄光の望みだとこう言ってるんですね。そして続けて、今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと。だからこの今現に肉があるじゃないですか。でどのようにしてじゃあ保たれているかって言ったら、肉いるんだけども、その力によって生きるのではなくて、信仰によって、まあ、生かされていくっていうかな、もうかろうじて生きてるって言ったら変だけども、信仰ってね、なんていうかな、働かせないとダメなんですよ。うん、あの、なんていうか、こう動か、絶えず動かしていくものなんです、信仰って。うん、で、これをどうやって説明するかっていうのね、いつもない、いろんな説明の仕方するんですけど、まあ、例えば、血はね、あるだけじゃ生きられないんですよ。動いてないと、この、あの流れてないと血は、意味がないですよね。で信仰も全く同じなんですね。であとはね、二輪の自転車、二輪の自転車です。そのままだと倒れます。まあ、あのちょっとなんか技術のある人はなんか上手にやるかもしれないけど、普通は倒れます。幼子は補助輪をつけますよね。でも自転車を動かすには非常に邪魔になることを私たちは知っています。じゃあ二輪の自転車を乗りこなす方法は、前に進むこと、これにつきます。そうやってバランスを取るんですね。で信仰ととても似ていて、神の御子を信じることによって今の肉の命はを生かしていくっていうか、生きていくわけなんです。全てにおいてこの方を信じて生きていくんです。
で、今の自分はどうやって生きればいいのかって言ったら、イエス様に頼っていくんです。日々、いや一瞬一瞬イエス様に頼っていくんです。自転車を漕いで行くことで倒れないで済むことができるように、唯一この信仰によって信じていくことによって、この私たちはこの肉体にある生活を生きていくことができるわけなんです。で、私たちがよくやってしまうのは二輪しかないことに気づくんです。やべえ、こんなんじゃクリスチャンやってけねえってこう思っちゃうんです。例えば敵を愛しなさい。やばい、こんなことできない。二輪であることに気づいちゃうんです、ね、しかし前に進むんです。つまりイエス様が言われたことがあるから、その通り行っていくんです。信じて、そしたらなぜかできている自分を発見しま す, です、ね、こうやって、この今の肉体の命を、支えていくんですね。危なっかしいんですよ。だからサムタイムズじゃなくてオールタイム。進藤さんじゃないけど、アメリカから来たですね、兄弟がいて、彼はギャングでした。まあ、似たようなもんだ ね。そして、この日本に来て選挙のために来た、短期選挙で来たんですけど、日本の家庭に招かれてですね、そして、このお膳のところに座るんですけど、彼の足はですね、ものすごいもうこういう感じですから、体が入らないんですよね。足がね、あぐらかいても入れませんでしたが、で、私、隣にいてですね、座ってたんですけど、いや、彼のうちに精霊が宿ってなかったら、怖いなって思いましたね。いつ殴られるかわからない。ね。危なっかしいってちょっとね、こう彼には失礼だけれども、けれどもみんなそうなんですよ。自分もそうなんですね。聖霊がおられるから、信仰によって生きているから、キリストのように生きられるんですよ。自分を見たらもうアウトですね。やばいよね。前進んじゃったから後ろに戻れないんですよ。自転車と同じで。で、この通り生きていく。だから信仰をね、もういつも回転させてください。この漕いでください。自転車を漕ぐように信じて信じて信じて、日々生かしていく。で、そのイエス様は私を愛し、私のためにご自分を与えてくれる、愛しておられるイエス様を信頼していくんです。信頼ってね、愛されているところから出てきます。自分が愛されていると分かるから、その人を信頼していいんです。てか信頼できるでしょ。またここでも肉当たりてね、信じなきゃいけない信じなきゃいけない信じなきゃいけない、ああ信じるんだってこうなっていくんですよね。信じることが念じるみたいになっていっちゃうんですよ。信じる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 、いやそうじゃない。信じるっていうのは愛されてるから、分かってるから。愛されてる人信じるでしょ。子供の信仰すごいよね。簡単です。なぜかその親の愛を信じてるから。よく泣いてるなって思いません？道端でこの赤ちゃんっていうかさ、ちっちゃな子見て。この前も太鼓と電車乗ってたら、入った途端にさ、うわーってこう泣いてね。で、お母さんに抱かれてね、いやー甘えてるなって思ったけど、でもそれが大事だよね。大事でしょ。知ってます？エルシャダイって全能神って、全能の神って訳されてるね、全能者かって訳されてるアブラハムに対して言った言葉はもともとチブサですよ。エルシャダイはチブサを飲んでいる赤ちゃんの意味なんです。そう、愛されてるから、私は信頼して、しかもどうやって愛してるかって、ご自分を与えてくださったって書いてある。ご自分を与えてくださったイエス様の愛を私たちは信じて、そしてさっき言った自転車の漕ぐように
いつもそれを働かせて生きていくんだと言ったんですね。また新藤さんのね、クラシック話になっちゃうんですけど、僕あの YouTube で聞いてね、後でね、ああやっぱすごいなと思ったのは、誰も一人も来なくてさ、礼拝でね、でも僕救われてるから嬉しいってね、そうだよなって思いましたね。いつもそこによって支えられているんだ。イエス様が私のために死ぬほど愛してくださったんだですね。で、この信じる信仰によって今生きているんだということなんですね。で、律法には死んだんです。この、午後にしっかり勉強しますけど、立法に死んだっていうとね、じゃあいろんなことやっていいんだ、何やってもいいんだってこうなってね、いや逆ですね、立法にできなかった以上にイエス様に神の命令に守ることができる生き方ですね。まあ、これ午後にじっくり見ていきますですね。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに、このパウロを通して生きた証を見ることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが信仰によって生きることを、この選び取って、本当に、一歩一歩、一つ一つ、一瞬一瞬、自分の肉の弱さに対して、いや私はイエス様に会って生きるんだと、決断して生きていくことができるんだ、どうか助けてください。もうすでに私たちは神の子供になってますから、あなたは私たちを守ってくださることを感謝します。恐れの霊ではなく、あなたによって愛されたアバ父という霊が与えられていることを思います。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
してくださり守ってくださいますように、あなたのお顔を私たちに向けて私たちを恵んでくださいますように、お顔を私たちに向け平安を私たちに与えてくださいますように、主の尊い皆によって祝福してお祈りします。アーメン。